の気持ちが私と同じなら、どうか私の手を取って一緒に踊りましょう。この月が浮かんだ湖のほとりで。どう？ニコの演技完璧だったでしょ。今度近くの幼稚園で劇をすることになったんだけど、主役の双子のお姫様にニコを選んだのは大正解よね。だって大銀河宇宙ナンバーワンアイドルのニコニーならどんな役でもこなせるもの。でももう一人のお姫様の方はまだまだかしら。頑張ってるんだけどね、リンってば。たまにセリフを間違えることがあるし、なんだかまだ役になりきれていない感じがするのよね。まあそれも本番までにはパッチリ仕上げてみせるわ。ニコニーは付きっきりで練習に付き合ってあげるんだから当然よね。双子の姉妹役でずっと練習をしているせいか、たまにリンのことを本当の妹だって思いそうになる時があるのよね。リンなら特別にニコニーの妹にしてあげてもいいかも。そうなったらまずはニッコニッコニーを徹底的に教え込んであげるんだから。